どうも、石川です。はい、皆様、2023年、令和5年のですね、手引き改正ポイントについてお話をしていきたいと思います。いやー、皆さん、 2022年ですね、顔、手引きの改正あったのに、今年もかーと言われる方もいらっしゃると思います。私も思いました。でも、安心してください。何かというと、ポイント3つ押さえれば OK なんですよ。だから、その3つ、しっかりとこの動画でですね、皆さん、自分のものにしていただいて、えー、試験に活用していただきたいなと思います。はい、では、お話ししていきましょう。まずは、ポイント1ということで、期限名の、えー、修正。何かというと、ボレーがちょっと変わったんですよ。そうイボータガキだったのがイータ ターボー書に変わりましたので、えー、そのあたりああそうなんだって思っていただければオッケーですはいそして、えー、ごめんなさいねちょっと宣伝させてください直前セミナーのお知らせということで、えー、私石川がですね、えー、門川さん主催のもとにですね、えー、約10時間の動画を収録したものを、えー、2023年6月14日から受付スタートしてこれ販売をさせていただきますごめんなさい有料ですで、えー、こちらはですね石川があの書かせていただいたこちらの テキストををでですすね使っててお話をさせていただくんですけど、えー、もう何よりもですね10時間の中にギューッとねエッセンスを詰めさせていただきました、えー、大事なポイントだったりとか試験こんなとこ出ますよとかっていうのをいろいろお話をさせていただいておりますので、えー、なのでですね皆さんあの試験直前の、えー、自分の総確認ですね総チェックに是非使っていただきあーここは OK 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 あれここ足りてなかったというのは最後の確認に是非お使いいただきたいなと思いますので 皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい ということで、えー、詳しくはですね、あの下のところ、あの概要欄のところ、ッパーッと開けていただきますと、URL あの出ておりますので、えー、そちらをご覧いただいてですね、あの詳しい情報をつかんでいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では行きましょう。今度はポイント2のところになります。管理者要件の緩和ということで、えー、登録販売者の管理者要件ってあったじゃないですか。そう、2類と3類を、えー、販売するあの店舗管理者の要件というのがあったと思うんですね。そう、そこで、えー、今まではここ。えー の内容がががあったたたたんでですすけど、えー、新たに追追追加加加ここここれれれれささまままししそうも生きてますよ何が違うのかというと緩和されてるので今まで過去5年のうち2年以上だったのが1年以上というものに変わったんですよそう少し良くなったんですねどう変わったかというと、えー、例えば今まで80時間以上1ヶ月それをあの2年以上だったのが、えー、今まで160時間以上1ヶ月なんですねそう だからこれ倍になったんですよ倍になったの代わりに、えー、1年でいいですよというそういったあのところになったんですね。これ何がいいんですかというところで、えー、例えば今までパートだったりとか正社員で働いた方がいや私たちいっぱい結構もうここ余裕でクリアしてるんだけどもう2年かかるの大変という、あのー、そういう方いらっしゃったんですよ。だからあのそのような方たちにも、あのー、いっぱい入ってる方は1年で OK ですよと、えー、そういったものがですね緩和されたんですね。なののででこちらの場合でも、OK、だし えー、あととはこちらの場合でも、OK、でもすよとだから例えばこちらの場合だと、えー、例えばあのこうあの旦那さんの扶養とかに入っててそんなにいっぱい働けませんよとかっていう方とかはですね、えー、こちらの要件のところであの考えていくとあの例えば過去5年のうちだから、えー、例えば1か月40時間とかやっていて、えー、そしてあの4年以上とかだと1920時間満たしますのでなので、えー、そういったところではあの結構幅広くですねいろんな方がですね、えー、この管理者要件を満たせるような形に になっておりますのでぜひぜひあのこの辺りいろいろ見ておいていただきたいと思いますさらにこちらの新しいパターンはもう一つ そう研修っていうのが入ってるんですよ。そう、だから、ここの研修っていうのも新たに付け加わってるんだなというところですね、えー、知っといていただきたいと思いますので、えー、なので、あのこの辺りのところですね、ああ、そんなのあの付け加わってるんだなというところ、あの特にこの辺りは、あの登録販売者の外部研修、あのそれ以外にのですねあの研修がさらに加わっておりますので、えー、そういったものですね、あ加わってんだなというところを、えー、ぜひ確認しておいていただきたいと思います。はい、そして、えー、そのあえー、ポイント3のところなんですけど、ええー、ポイント3に関しては、えー 乱用ななどのの恐れがある医薬品の規制強化とというところなんですね。えば、ー、何かというとあの6つの,あの乱用の恐れがある医薬品というのがあったと思うんですけど、えー、その括弧のところが全部消えたんですよそう消えただから今まで何とかに限る何とかに限るとかだったんですけどそれがなくなったんですよそうなくなったっていうことは、えー、ここの部分のところのさらにですね、えー、もうコデインが入ってるものとかメチルエフェドリンが入ってる商品の数がブワーっていっぱい増えたんです。だから規制を強化し 始めたたたんだだななとと思思っておいていただきたいなと思いきますので、えー、そんなところではですね、えー、この辺り、あの今までこの辺りの括弧のところも難しいところはあの聞かれるところはあったんですけど、まあ、そこを聞かれなくなったので、あの試験問題としては少し優しくなりましたけど、現場ではいろいろ強化されておりますので、えー、ぜひその辺りのところをですね、確認しといていただきたいなと思います。はいということで、えー、ここの3つのポイントのところをしっかりとですね、皆さん押さえていただき、そしてですね、えー、ここに関して、あのー、こう詳しくあのこういうところ変わりましたよとかっていう、 えー、ものをですねあの一応資料とかあのこれも概要欄のところからダウンロードできるようにしておきますので、えー、ぜひそちらも確認していただき、えー、あとは皆さん手引きの方もね最新のものを確認していただきながらですね、えー、しっかりとご自身のものに、えー、していきましょう。